はい、アイランドファクトリーのロカボトです。牧場物語やっていきたいと思います。あ、番組数は増えないね。まあ今日は晴れ。ちょっとせっかく液晶テレビ買ったからね。あ、でもちゃんと画面映ってるんだ。見てなかったら文字に夢中で。ニュースはもうないから、もうあれなんだよね、作物が終わっちゃうんだよね。あ、まあとりあえず植えなくていいと。そんな感じですね。ということで、まず先に今日の日課終わらしてきちゃいます。はい、日課が終わりました。大収穫祭でしたね。めっちゃくちゃあるな。4727円、おいしいです。 ありがとうございます。ちょっと街に繰り出して、もう11時半だ。収穫の方も仕事頼もうかなと思えるぐらいに、あんだけ植えるとやっぱ大変だな。とりあえず1本ぐらいは切っとこう。ここら辺のレベルも上げていきたいな。 OK。体力も上げてしな。今日は何をしていこうかな。よし、オッケー。こっちには用はない。あ、いたいた。じゃあ蜂蜜。あ、大好き、蜂蜜大好きだって。あ、そうそう、あれか、井戸端会議の時間か、主婦の皆様は。間違えた。お、チョコクッキーやった、ありがとう、助かるぜ。そのうち彼女ら集まってくる。もう一人が遅れている。あ、来た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 。はい。あー、大好き。よかったよかった。よしよし。ちょっとずつレシピも教えてもらえるようになってきたね。上がってんのかな？でも、アンドさん4つだね。エネさんに限ってすごい仲良くなってんな。結構いろんな人と仲良くなってきたね。相変わらずの人たちもいるけど、グルメもあるとか、あ、女神様とかも乗ってる。ジェニファーさんもちょっと仲が進展してきた感じあるかな。ブドウいっぱいあるから君たちにあげよう。ほら、ぶどうだよ。しょうがない、寄付だと思ってくれ。これを、やばい、今日が終わっちゃう。ありがとう。仕事すいません、 お願いします。ちょっと動物の世話も、はい、お願いしていいですか。はい、お願いします。あ、すいません、これぶどうです、お納めください。すみません、動物の世話を、はい、お願いします。7日間ですね、お願いしますね。はい、お願いします。じゃあこれをどうぞお納めください。なお、本当来ることだと思いました。すみません、あの水やりをお願いします。7日間ですね。はい、お願いします。すみません、ごめんなさい、なんでもないです。おはようございます。すみません、水やりの仕事をお願いします。7日間ですね。はい、お願いします。じゃあすみません、お近づきの印、 OK。 こっちだ。結構仲良くなってきたね、みんなね。水やりの方もその結構ゲージ的に上がってきたと。これマックスになる頃にもう牧場手つけなくてもいいぐらいになりそうだな。ドクターはいい、別にいいや。
と牧草なあ、ちょっとパン1個だけ、ぶどうパンするのに買っておこう。うわ合いそうねえな前もなんか蜂蜜あげてダメじゃん、リンゴじゃなかったっけ、甘いものがダメなのかな。なんだいなんだい、お花とかどうすか。ああ嬉しい、ありがとうね、喜んでもらえてこちらも嬉しいですよ。でもう3時、明日どうしようかな、大野かハンマーのレベルを上げたいんだよな。チャージレベル5、今レベル3、ハンマーのレベル上げるのもてっか。まずはでも斧か、4000円入るわけだもんね。よし9000、あー結構保った。そっか前のあれか、花火大会分があったね、花火大会で集荷がなかったからその分だね。すごいでかいな、これどうすっか。このでかさだったら牛とかも買えるんだよな、もうちょっと頑張れば。はいどうぞ。なんかちょっとジェニファーさんとの仲も良くなってきたね。とりあえず集めて、よし、花そういえば全然取ってなかったね、ちょっと集めとかないと。まあジェニファーさんあと牛乳とかも喜んでくれるからそこら辺があればいいか。ハンマーレベ3、今レベ3か、ハンマーは。あそこの石壊すのはまだ先ってことか。よし帰ろう、帰って寝よう、もう。よしオッケーオッケー、まあ今日もいつも通りの一日だったけど、明日の天気は晴れだったはずだからもう今日このまま寝ちゃえるかな。でここらへん預けて、木が150個か。ハンマーからあげる？斧からあげるか。蜂蜜をこれだけ預けて、これいらない、あこれはあれだ。よし結構集まってきたね、これで地下潜ることも作ってみますか。せっかく初料理ぶどうパン、はいやった、ぶどうパンです簡単にできたな。それではおやすみなさい。作物いいね。はいおはようございます、今日も一日よろしくお願いします。よしでは日課終わらします。はい、日課終わりです。結構収穫があったね、ちょっとあれを刈らないといけない。そろそろ牧草があんまりでも揃ってねえな、牧草も植えるか。だいぶあれしてきたもんね、動物たちも増えてるから。で今日はまず斧を預けに行きたいんだけど、斧預ける前に一発切っちゃおうかな、収穫あれしとこう先に。オッケー3400円、いいですよ。
灰原さんのところ行って、すいません、改造ですね。斧です。経験が足りない。じゃあ、その銀の斧、お願いします。ダメか。あ、そうだ。木を切るとこ行っときながら、もう預けてるな。おバカさんだねー。まあ、木は結構あるから、むしろ石の方が足りてないから、その分の体力を石に回そうと思えばいいか。今日ブドウパンジェニファーさんに渡しに行こうかな。せっかく初めて作ったし、なんかいつも通りのルートだな。あー、赤いかかってる。大抵そういう時はこっちにいたりする。いないだと？あ、いたいた。リンゴどうぞ。蝶々にもなんか貢ぐか。ここらへん、あ、買うか。せっかくだから鍋と金があるうちに買っとくか。卵やミルクね。ここら辺嫌いだってね。石とかいる？まあな、そりゃそうだわ。面白かったわ。いやー、今すげえ面白かった。そりゃそうだ、当たり前の反応してくれたわ。あー、いないよね、もう全員来てるよな。オッケー、シフトたちどこにいるんだろう。街の中かな。お、ちょちょ何やってんの。なんかあるわけじゃないのね。リンゴ、あー、リンゴ好きじゃなかったっけか。蜂蜜完食なかった、よかった。あ、マッシュポテト、やった。あ、ゆう、じゃがいも必要じゃん。いいね、マッシュポテト。砂漠の花。へえ。あ、そっか、リリアさんにあげるのも手か。あの人も一応主婦だもんな。だ、リリアさん、そうだ、あんまり街で見かけないからちょっと忘れがちなんだよな。それはいいことを聞いた。3000円で、ハンマーで3000円使うから3000円ぐらいは今日のあれでの。お、珍しい。どうもこんにちは。珍しい取り合わせで。こんにちは、ポプリ。あー、なるほどね。あ、そうね、ポプリさんだったね。へえ、やった、ありがとう。もらっちゃった。なんだなんだなんだ、あの兄弟は。一緒するね。割とディスってね。なるほどね。お母さんが出たよ。お母さんが外でやってるんかい。まあね、ただでさえ病弱なのにね。これすった悪口じゃん。あれ。あー、なるほどね、上が正解だったらしいっすよ。難しいわ。いえいえいえ、魂が似てる。
と、もう一回いるんだよね。お花とかどうぞ。こんにちは。種とか、まあ餌はあるんだよな、いっぱい。もらっちゃったけど、アイテムで、家の中しまっとくか、しっかり。で、ジェニファーさんに今日の分は渡しに行かないと。しまって。ついでに牧草もしまってくか。ほい。どんぐらいある今。37。あ、でも結構あるね。思ったよりはあるみたい。あー7000で3000使って、まあ結構余裕があるか、思ったよりも。得たお金があると何に使うかだな。道具の強化してくってのも手だけど、お金につながることをね。間違えた、こっちだ。あー、あれだ、ハマないんだ、ハマじゃない、斧は。どうもー。うどんパンとかどうすか。あー、よかった、完食はよかった。久々だからちょっとあれか、畑の方の石でも撤去しようかな。でもそろそろなんかイベントとかないと何もない一日を過ごすような感じになってきたね。あー、壊れやすいね。やっぱ上位レベルでやった方が結構綺麗味というか、あれはいいか。いやー疲れるー。ほらい、よし、オッケー。よし、今日はもう終わるか。ここら辺は売りに出しちゃって。思ったのが、牧場マップ、牧場マップじゃないか、畑レベルは変わらないか。牧場長になってるね。で、石を預けて、お、鍋と調味料セットいいよ。油買えばマヨネーズできる。パン、きゅうり、トマト、ゆで卵。秋はさつまいもか。そうだね。刺身もある。そば粉、包丁が必要か。麺棒と包丁が必要。小麦粉、あ、麺棒とオーブン。じゃがいも、バター、チョコレート、綿棒とオーブン。まだあれだね、結構足りないね。台風も1日だけだったな。秋の方が多かったりするのかな。バラエティはまあ特に何もないか。で、ニュースもないですね。よし、それではおやすみなさい。おはようございます。今日も一日お願いします。では、日課終わらします。はい、今日の日課終わりました。最後の大収穫祭になるかな。4666円。もう多分間に合わないんだよな。パイナップルがなるかならないかですね。パイナップル全然ならなかったな。1回しかまだなってるの見たことないもんね。長かった。ありがとう。じゃあ次はハンマーを、あー、そうだ、鉱石。そうだ。
なるとあれだね、今度はまた掘りに行かないともいけないね。その前になんか体力のあれ欲しいけどな。金、あでも金も4つはあるのか。釣りとかも強化したいけどな、最近釣ってねえんだよな、案外やること多くて。ハンマーで、金のハンマーお願いします。クワとかそこら辺もまあ強化しときたいっちゃしときたいしな。おはようございます。で花、オッケー、鉄に見えるね。お、どうしてるじゃん。木材、冷え増築もしていいけどな。まあまだあんまり増築今しなくてもね。じゃあはい、そっか、もう主婦たちが集まり出す時間帯か。日曜日だからあれか、あれがやってないんだ。音楽祭秋3日、場所協会、うん、秋の夜長を、どうもーん。ぶどうだっけ、あ違ったかな、りんごだったっけ。もうちょうちょうだ。蜂蜜結構感触良さそうだね。でリリアさんのところに行って、エレンさんのところに行ってやばい、それで一日終わっちまう。取れ高がない、取れ高が。どうもー、何が感触良かったかもなんか忘れちゃうな。4700、次まあ道具のレベル上げるとしたら、まあハンマーと斧は多分経験が足りないから。あ休み、なるほど、休みか。ジェニファーさんはもう幼稚終わっちゃったから、これはあれか、オブジェクトか、たまに留守留守にしてるわけね。よいしょ、どうしようか、釣りでもする。こんな感じで3日間終了しまったな。まあでも釣り竿の経験が足りないのも確かだから、釣っといた方がいいか。湖で釣りますか、せっかくだから。次の動画ぐらいでは秋に行くかな。秋になったら何が植えられるだろう。ピーマンを買っといてもいいかもしれないね、先にホアンさんのところで。ピーマンとさつまいもと秋野菜ってなんだ、あとあとあれだね、木が変わるね。ぶどうが取れなくなってりんごとみかんがなるようになるのかな。結構様子が変わるね、いろいろ。ちょっと早いのかな。あの真ん中は何なんだろう、釣れねえし。冬になると凍っていけるようになるとかは釣れないんだよな。なんか間違ってんのかな。もう8時だし一回も釣れないしな。ぶどう落ちてら、
おお、ブランドンさんだ。久々に見た気がする。一匹ぐらい釣って帰ろうか。釣れねえ。ダメか。いやな、ほんと釣りよく分かってねえんだよな。もう10時だし終わりますか。まあなんか今現状釣りしなくてもお金稼げるようにはなってきてるからな、そんなになんかこう無理してね釣りのあれする必要もないっちゃないんだけど。料理とかって売れんのかな。手紙一覧とかもある。まあここら辺はあんまりあれか。木が174。 OK、 いいね。天気は快晴の SML。 こちらだ。でニュースもないと。OK、 それでは今回の動画はここまでです。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。